はい、どうも、フラちゃんです。じゃあ本日はこちらやっていきたいと思います。コンテンツガイドの、はい、バトルトリニティ対抗戦ということで、これなんですけども、まあ前回ですね、トトゴンのカプセルだったと、報酬が。で、今回もどうせトトゴンのカプセルなんだろうな、どうせ色違いのあれだろうなと思ってたら、今回結構ね、いろんな報酬が出てるらしいんで、今回そちらを紹介していきたいと思います。まあ、というわけで早速やっていきましょう。はい。というわけで早速やっていきましょう。では気になる報酬とか見ていきましょう。今回の報酬なんですが、まあ、ポイント交換するで見てみると、こんな感じ。今回追加されたのが、最初の1ページ目のところですかね。TRI プリズムっていうのが追加されてるんで、まあ1個4000とか3000とか、その辺なんですけども、まあこれぐらいであれば、ワンチャン4000ポイントなら1試合で取ることも可能になってくるので、今回バトルトリニティの立ち回りとかもその辺も解説しながらやっていきたいと思います。で、これマッチングするときに、一人で参加するっていうのと自由に参加するっていうのがあるんですけども、もう本当に一人の時は一人で参加するを選んでください。自由に参加するっていうのを選んでしまうと、その固定パーティーと当たってしまうので、まあこれ一人で参加するっていうのを押せば完全にソロになるんで、まあなのでこの辺ですね、ソロプレイヤーは確実にこっちを選んでください。はい、というわけでマッチングいたしました。で、初心者におすすめな職業なんだけど、これね、間違いなく武闘家です。武闘家というのは攻めの時に攻撃力が上がって、で、さらに自分で自己回復ができるということなんで、なのでまあいろんなことができるんですよね。結構戦士とかを選んでしまいがちな人もいるんですが、まあ戦士はね、固定じゃないとあんまり役に立たないんで、まあ誰々がどこ攻めてその間にどこ守ってくれみたいな、そういう連携プレイがあってこその戦士だったりするんで、まあソロで参加するときはもう武闘家一択みたいなところがあります。最初の動きとしましては、もう右左どっちに行くか決めといてください。で、まあ最初はちょっと左寄りになってたんで、左じゃあ行きましょうか。で、この本陣、真ん中の本来自分たちが絶対に取っておくべき、まあそこですね、今カメラ向けてるところ、そこは後で取ってください。もう開幕はとにかくどっちか取る。で、こうやって人が来たら威圧する、こう、うおらって帰れって、で、こっちも帰れって、で、そうすればみんな帰っていくから。で、そしたら今度はその片側一点集中でレベルを上げてください。結構ね、バランスよくレベルを上げてしまう人いるんですけども、トライロックのレベルを上げた時にボーナスがもらえるんですよ、点数が。なのでそれを目当てに、まあしっかりとこう片側をとりあえずは一点集中型で上げていくっていうのが大事です。で、まあ、あ、取られた取られた、あ、ちょっとそれ欲しい、それ欲しい、それ欲しい、ありがとうございます、で、ありがとうございますして、で、そしたらこっちのレベル1で点数見ててほしいんですけど、レベルアップした時に一気に点数が、あ、ごめんなさい、レベルアップしなかった。で、まあこうやって敵が来た時はみんなで叩く、よし、よくやった。で、さすがにこれでレベルアップなんで、で、よし、で、見てください、もう30点ぐらい上乗せされたでしょ。これがですね、レベルアップの時に毎回これが起こるんで、なのでしっかりとレベルアップを狙っていくっていうのはかなり大事になってきます。で、こうジュエルしっかり取って、真ん中は取れれば取ってください。ジュエルが湧いてない時にたまにいるぐらいでちょうどいいです。まあ、あとはいい感じにちょっと周り見ながら、あ、爆弾魔とかめっちゃ置かれてますね。さすがにあそこに突っ込んでいくのは愚策なので、ちょっと赤側があっち側すごい狙ってくるので、まあ、しょうがない、ちょっとここはね、こっち側を育てることにしましょう。なのでこの辺をしっかりとレベルアップをさせていく。で、こっち側をレベルアップさせ終わったら、今度赤がさっき取ってきた、まあ、左側ですね、自分たちから見て、そっちをまあ取っていきたいと思います。で、本陣はレベル1なんですけども、まだ育てる必要はあんまりなくて、まあとにかく、まあ左右、どっちかをもうひたすら育て続ける。で、レベル3になって、またボーナスジュエルゲットして、で、ジュエルいろいろ取りたいんだけども、ちょっとなんかいろいろ、あれですね、なかなか取りにくい状況になってます。はい、こういう時、はい、こういう時しっかりと、はい、攻撃して、味方も大丈夫、来てくれてるんで、よし、大丈夫です。で、ありがとうございます。で、ジュエルをたくさん持ってきたので、まあ、ここは先ほど、まあ、レベル4のところですね。ここにガチガチに納品して、もうレベル5にしちゃう。で、もう、それで固定しちゃいましょう。で、なんか真ん中がちょうどいい感じに攻められてますね。よし、ここはま、いい感じにゲットしといて、で、ジュエルたくさん集めて、で、まあ、そろそろレベル5だとは思うんで、いい加減にレベル5にしたい。よし、ゲットしました。で、そしたら今度は左側を取ろうとしたんですけど、もうレベル5になっちゃってるじゃないですか、あれ。なので、あそこをもう取る必要はあんまりなくて、最後の最後に取れればいいです。なので、今はちょっと真ん中が危ないので、ちょっと真ん中を死守しながら、
で、あとはちょっとこの辺もいい感じによしレベルアップ4にさせて、であとは真ん中をねレベル5にしたいですね。そうすればもう真ん中をレベルアップさせた、うっちょなんだ、どっちやめろ、ソロ数やめろ、ソロ数やめろ、ちょやめてやめて、うーわ、こういう理不尽なこともあったりするけど大丈夫、めげちゃダメです、大丈夫です。もうくれぐれもね相手に暴言を言わないように。でまあレベルアップ真ん中させたいのもそうなんですけども、ちょっとねもう時間が迫ってきてると、であと本陣もねちょっとあれなんで、まあ、できればみんなこっちに納品してほしいですね。もう最後の最後で本陣がレベル5になる、まあ、ギリギリの感じがいい感じです。ちょっと真ん中もこれ守りたいんで、戦士ができれば真ん中に来てほしいんですけども、ちょっとなんか来てくれなさそうなんで、ここは、まあ、自分で威圧をしながらいい感じに守っていきたいと思う。またソロカズヤ、ソロカズヤやめて、カズヤやめて、ありがとうカズヤ、ありがとうカズヤ、あーちょっと待って帰ってきやがった、あすいませんでした、すいませんでした本当。まあちょっと走行してる間にちょっとかなり絶望的な状態になってしまいました。まあ本陣もねちょっと誰も納品しないで、なんか左右もすごい取られてる。もうこうなればもう一番点数が高そうなところ、赤なんか今やばいっすね。あの緑なんかはトライロックを今3つ持っててあの状況なんで、なのでまあここは赤を攻めていきましょう。ちょっとこれ危ない、しっかりと立ち回ることで大丈夫、デドスも回避しながら、俺あとはよいしょ。で残り10何秒、ここはさすが、あーもう無理だ、こう来てしまいました。ちょっと頼む、帰れ帰れ帰ってくれ、よし、なんかギリ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 なんかいけそうな、いけそうないけそうないけそうな、あーちょっとこれはダメか、ダメだった、残念でした。まあ、結局最後に物を言うのはトライロックを何本持っていたかって話なんで、これレベル5のトライロック1個で最後にプラス50点入るんですよね。なのでそこをねやっぱめっちゃ大事にすべき。まあそれでもね3位でも2位に食い込むことができました。まあ、これで結構ポイントももらえたんじゃないかなって思うんですよね。まあ2200点もらうことができました。なのでもうすでに4000ポイントの半分はゲットしているという状況です。なんだったら定型文とか作っておくとすごくいいかもしれないですね。まあ、例えば本陣に納品してくださいとか、自分たちから見て右側のトライロックに納品してくださいとか、真ん中を戦士さん守ってくださいとか、そういうことを言えば結構立ち回りも変わってくると思うんで、まあそういったものも大事になってくるかなって感じです。まあ、結構適当にやってる人多いんで、適当といっても何も分からずやってる人が多いので、なのでレベル5のところに納品していたりとか、そういう初心者さんが多いので、その辺をしっかりとこの動画を見て知識を得た人が指示をしてあげるっていうのがめちゃめちゃ大事になってくるかなって思います。まあ、多分相当勝率にも関わってくるんじゃないかなって思ってますんで、さあというわけで2戦目やっていきましょうか。真ん中の本陣はもうとりあえず放っておく。でまずは、まあ、自分はちょっと左側にいたんで、まあ、左側取っていきましょうかと思ったけど、誰も来ていないので、まあ、ここは、まあ、せいぜい様子を見るぐらいでちょっとやっていきましょう。あわよくば取れる、あ無理ですね、これやめておきましょう。もう素直にこういうのはやめる。で右側が味方が取ってくれたっぽいので、まあ、そこに納品しに行きましょうか。結構無謀に突っ込んでいく人いるんですけど、武闘家だからっつって、武闘家は戦うのは最終手段なんで、基本的には敵の本陣を取ったりとか、もしくはジュエルをしっかりとこう納品してレベルアップさせたりとか、そういうのが本来の目的です。まあ、あとはそのトリニティとかでもっと厳密に言うと、脇時間を覚えたりとか、まあ、もしくはその相手の援軍玉を取ったりとか、そういうテクニックもあるんですけども、まあ、ただ初心者動画なんで今回あえてそういうことは全くしておりません。初心者でも相当真似がしやすいような動画作りにしているんで、なのでまあその辺はいい感じに、まあ、とりあえず基礎をここで覚えて、であとはいい感じに他のテクニックも覚えるといった風にやればいいんじゃないでしょうか。まあ、とにかくレベルアップをさせるということです。右側ももうすでにレベル3です。さっさとレベルアップさせましょう。でどうだこれで、いいまだ4にならない。あーでそうそう、気がつけばもう自分のところにも援軍玉が来てたんで、まあ、これをしっかりと取って、そうですね、ちょっと真ん中が今ごちゃついてるんで真ん中の方に少し置いてみますか、まあ、と思ったけど結構真ん中人がいて多分ついでに壊されてしまいがちだと思うんで、まあ、ここはちょっと嫌がらせ目的に、まあ、これで足止めも兼ねて、まあ、爆弾までいい感じにぶっ壊していきましょう。で右側がもうレベル4なので、これはもうさっさとレベルを5にさせてあげたい。でレベル5になりましたね、今マップ左上のマップ見てたらわかると思うんですが、もうレベル5になりました。そしたら今度左側レベル3なんで、そこをがっちりとレベルアップさせていきましょう。よし、じゃあここでレベル4にさせていただきましょうか。ありがとうございます。で、あーちょっとなんかいっぱい来たんで、ここは大丈夫、ここはしっかりと下がってもろて、よし
で、大丈夫。まだ大丈夫。味方がなんか一人行ってるっぽいんで、ここは加勢しに行きましょうか。で、よし。ちょっと頼む。よいしょ。で、からの、なんかやばそうなんで、よし、ここは、大丈夫。大丈夫。ここでなんかレベルアップも来たんで、よし、いい感じに敵を倒していきましょう。おらー、二人で一つ。ありがとうございます。ドラッチ、なんだなんだなんだ。痛い。痛い、やめて。痛い、やめて。ありがとうございます。なんか帰っていったんで、まあ、ここは甘えましょう。で、まあ、ここは、よいしょ。で、レベル5にしました。ボーナスジュエル。ホクホク。で、そしたら、残り2分なんで、まあ、最後に向けて、いい感じに、ちょっと、そうですね、陣地の方も増やしていきましょうか。ちょ、なんか来たぞ。ちょっとやばい。もう、ここはもう行くしかない。もう、ここは倒すしかない。おら、ちょこー。まあ、味方がしっかりと、なんだ、その、仇を取ってくれたんで、俺は、何も、うん、思うところはないです。で、自分の本陣がレベル3なので、まあ、そこもしっかりと、まあ、確認していただいてですね、最後の最後ら辺で、まあ、レベル5にさせるみたいな感じです。まあ、とりあえず今は右側がちょっと取られているので、まあ、ここはちょっと取りたいですね。ちょっと この辺に多分盗賊がいるんで、よれ、いなかったっす。そしたら、まあ、この辺をしっかりがっちりと取っていきましょう。おっと、ここで敵がつぐみちゃんが来ました。つぐみちゃん来たんで、ここは、狼あった。あ、ちょっとなんかいっぱい来た。いっぱい来たけど大丈夫。味方も来たんで大丈夫。で、よし。一緒に倒していく。で、そしたら、はい、ここレベル5取れるんで、まあ、ここをいい感じにしてもろて、まあ、味方いるんで、まあ、自分いる必要ないですね。で、そしてなんかちょっとやばいんで、ちょっとなんか本陣取られてる。やばい、危ない。あ、ちょっとなんかどっかに盗賊がいるっぽい。でも大丈夫。大丈夫。もうこの時点で取られても大丈夫なんで。で、まあ、そして取り返して、で、今度ここをレベル5にさせるといった感じです。はい、そうすると384点になりました。左側がちょっと危ないので、まあ、ちょっとここは加勢しに行きましょうか。よいしょ。いや、いいですね。素晴らしい。ちょっとまあ、ちょっとかなり限界近いですね。もう誰かが入ってないともうかなりやばい状態。戦士さんがいるんですけども、戦士さんもう240しか HP ないので、まあ、ここはちょっと補助するような形で、ちょっと行きましょう。で、よいしょ。で、ちょっと帰れ。帰れ帰れ、ご主人様。おら、よし、なんとか討伐することができました。右側が今ガラ空きなんで、ちょっと、あ、やばい、なんか盗賊も来てる。ちょっとあっちの右側の方大丈夫ですね。で、左側ちょっと今戦士さんが今一人になっちゃってるんで、まあ、ここはちょっと加勢しに行きましょう。あっと、危ない、もう取られてしまった。ちょっと待って待って待って、落ち着け落ち着け、大丈夫、これ大丈夫、緑に取らせなければ俺たちの勝ち。よし、まあ、ちょっと最後の最後ね、最後までその味方の武闘家さんもちょっとドワコちゃんの隣にいるかなと思ってたんですけど、まあ、最後なんか急にいなくなっちゃって、まあ、あれだったんで急遽戻ったんですが、まあ、味方の HP とかもしっかりと管理しておくといい立ち回りができるかなって感じですね。というわけで3248ポイント入手することが可能になりました。ありがとうございます。ついでに報酬はこんな感じ、ちょっと微妙かな。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今回の泥棒こんな感じ。これ二人乗りらしいんで、いや、無料でこれはなかなかですよな。しかもなんかクリスタルのその色とかも変えられるらしいので、まあその辺もしっかりと、まあ、自分なりにカスタマイズをしてもらって、まあぜひとも楽しんでみてください。まあ無料でこれを得られるのは今の期間だけですから、まあ次回ももちろんね、開催すればあれなんですけど、次回もまあ半年後先ぐらいになっちゃうんで、撮れるうちにぜひとも撮っておきましょう。今回の動画がためになったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、また会いましょう。さよなら。